どうもこんにちは、トイズキングのフォルミです。ちょっと暗いね今日はね、なんかはい、今日ご紹介する商品はですね、あ、ホットトイズじゃないんですよ、ちょっと違うやつ。それはこちらでございます。キャー、見て見て、悪魔よ悪魔そう、こちらはですね、ことぶき屋のアートエフェクスから出ましたスターウォーズダースシリアス、あのパルパティーンでございますね、の10分の1 PVC というものでございますね。パルパティーン皇帝ね、ダースシリアス、アナキンスカイウォーカーをダークサイドへね導いた悪者こちらはで、ね、出たのが、2017年ですね。で、全高約15センチでございます。で、10分の1だからね、割とねちっちゃいんですよね。ちょっと回してみましょうかね。ね、ちゃんとこういうあの椅子、あのパルパティンが座ってる、いや、ダースシリアスかが座ってる、いつも座ってるこの椅子プラスあのね台座、その下に台座があるんですけどね、まあ台座いらないかなって感じなんですよ。この椅子すごい作りいいよ、ね、下の方もちゃんとね綺麗にできてるし、なんだろう、この原型師はね日本人じゃないみたいですね。ことぶき屋のアートエフェクス、名前がなんか白人系の名前なんですよね。このローブだとかの形がいいです。もうちょっとアップで見ましょうかね。やべえ、気持ち悪いちょっと顔のところにフォーカスがいかないのはなぜでしょう。まあ、いや、これね、うん、腕と頭が取れるんですけどね、頭がねちょっとね入れるのがね難しいで、これここはプラスチックなんだけど、このローブ頭のところとかはなんか布みたいな感じですね。このそれをなんか固めたって感じでこういう風になってます。顔がねすっごい似てるのよ。でちょっとね椅子をね見てみましょう。はい、こちらが椅子ですね。これねちゃんとねここのボタンみたいな、ボタンっていうな、なんかのボタン、いろんなボタンほらこれだとかね、これもツルツルだしね、まあ一応プラスチックなんですけどね、やっぱりね。でこれ、うん、これ台座、プラスチックか、これプラスチックなんだけどね、別にこれいらないよっていう感じです。うん、これね乗せてね、乗せるとこうでしょ。それでねダースシリアスをね乗せるとね足がね出ちゃうんですよね。ちょっとこういう感じに、だからちょっと、うん、これまあ、うん、なしでも OK だよっていう感じ。なんかなしの方がいいよねなしの方がいい感じなんだけど、でね、あ、ここの上なんか突起物っていうかなんか出てるんですけどね、これ一つしかないやんけと思ったんだけど、本当ここなくて OK なんですねびっくりしたよ。じゃあちょっとダースシリアスさんをちょっと見てみましょうかね。もうちょっと、こうですね、はい、見てこれ目の赤い気持ち悪い顔もっと近づけたいんだけど、ちょっとあのフォーカスがね効かなくなっちゃうんでね。でこれ腕ウィー取れます、ふんがー言って。まあこれスタチューみたいなもんですから、お手手だとかこのままです。後ろはねこういう風ぺったんこです足がなんかもうすごいぺちゃんこに見えるのはなんで、これねすごいいい感じのねシワだとか、あとここのやっぱり腕のところがすごいいいよね。
玉座に座る、玉座っていうのかな、うん、椅子に座った時にこう、ここの袖がねファサーってなってる、いいよね。でこれそう、頭がねちょっとねちゃんとグッて入らないのよね。でここのところにねなんかはめるところがあるんだけど、それがちょっと合わないんですよね。これそれがちょっと、うん、なんでやねんって感じっすよ。で手の甲もねすごいシワシワ。これはもうちゃんとあの写真でアップで撮ります。はい、まあこんな感じかな。そしてこれ椅子、もう椅子に座らせとこう、もうじいちゃんだから。おじいちゃんはもう椅子に座ってね。これってこの椅子って移動しなかった覚えがねえぜというわけです。ダースシリウス、はあ、パリパティーンでございましたね。ザ悪者です、はいというわけ、すいませんね、もう写真で、うん、楽しんでくださいそれではまたお会いいたしましょう。ラウス。推しか、まあ、事実上ちょっと絶版になってるもので、かなり価値のあるブラックゼウス、ネロマシンとか、僕にとっては世界一の宝物になるんですよね。おもちゃの王様、おもちゃの王様、おもちゃの